こんにちは。ダンニー、ガメスです。ユニゾンアタックで、一人でもできるバッジの効率的周回方法を紹介します。まず、は、フレンドとマッチング、をタップします。次に、ルームを作る、をタップします。コム追加、でコムを二人追加して、準備開始、をタップして戦闘開始です。たったそれだけ、です。戦闘もオートで問題ありません。あれ ?39 体しか倒せていない?でも、それでいいんです。1周にかかる時間と入手できるポイントを考えると、魔境技を使いまくって60体倒すより、39体目で終わった方が時間効率がいいです。ランダムマッチに比べると、通信環境に左右されることも、ホワイトアウトを起こして強制終了することもありません。ランダムマッチでオート放置しているプレイヤーがいますが、実は効率派そんなによくありません。誰も得しない迷惑行為、ダメ。絶対。推しのバッジをたくさん集めて、楽しくザレイズをプレイしましょう。このチャンネルでは、もしかしたら今後もザレイズの情報をお届けしていくかもしれません。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ザレイズの1コマ劇場や、クレストリアの掛け合い集なんかも、アップしてますので、よかったら見ていってね。